こんにちは、ハリニムイラ。はい、今日はですね、正規留学についての質問に答えたいと思います。私のことをチャンネル登録してくださってる方って、私みたいに正規留学中の方やったり、正規留学に興味があったり、あるいはまあ韓国が好きな方、韓国に興味のあるよっていう方が多いと思うんですけど、今日はなので私のコメント欄にあった質問の中から正規留学に関する質問に答えたいと思います。韓国のね、正規留学っていうのは韓国の大学留学を主に言うんですけど、韓国の大学留学、正規留学に興味のある方はぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。では始めたいと思います。正規留学する際に高校での成績などは関係してくるんでしょうか？韓国に正規留学するときに高校の成績が関係するかっていうことなんですけど、一応高校の書類を提出することにはなってるので、全く見てないって言ったら嘘にはなると思うんですけど、まあ、学校によると思います。点数っていう合格不合格の採点基準がまず公開されてないんですよね、正規留学の場合。なので学校によるやろうし、その学部によるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あと学校によっては小学校中学校の成績まで必要っていうところもあるのかな。まあ学校によるんですけど、私の場合は高校の成績を提出しました。でそれよりは私はそんな高校の時に、まあ一応平均よりはちょっとあるかなぐらいの成績だったので、飛び抜けてそんな成績がいいわけではなかったんですよ。それにやっぱ国によってね、採点基準も違うかったりするので、まあ、悪いよりはいい方がいいと思うんですけど、それよりは韓国語の上手さ、韓国語のレベルとか面接の内容とかの方が重視されてるんじゃないかなっていう風に私は勝手に思ってます。でもまあ学校によると思うし、倍率がすっごい高い人気な大学とかの場合はやっぱり高校の成績も関係してるのじゃないかなって思います。いつ韓国に行こう、韓国の大学に入学しようって思いましたか？何か他にやりたいこととかはなかったですか？私はだいたい高校2年生の時に短期留学をしてたんですけど、それが終わってから韓国から戻ってきて、大学も韓国で通いたいなって思ったのがきっかけなので、だいたい高校2年生の時に正規留学は視野に入れてました。で3年、高3の時に準備をするっていう感じでした。で他にしたかったことは、日本で専門学校を通おうかなっていう風に考えてたんですよ。ホテルとか観光系の専門学校に通おうかなと思って、大学の方、専門学校のね方の話も聞いたりとかしてたんですけど、なんかいまいちピンとこなくて、中国語を習おうかなっていう風にも考えたんですけど、なんかでも韓国語もねしたいし、韓国には関わっていたかったので、正規留学をやっぱり知った方が自分がもっと頑張れるんじゃないかなってことで正規留学を選びました。私の場合は自分のしたいものとか頑張りたいものを選ぶかなって思います。高校を卒業したら韓国の大学に行こうと思ってます。韓国は新学期が3月だから、そうなったら卒業式に出れるのか気になります。ハリンちゃんはどうしましたか？私の場合は入学式が2月の28日ぐらいで、3月1日から授業が始まるってことで、高校の卒業式が3月1日なわけですよ。別に入学式って行かなくてもいいし、高校の卒業式に出ようと思ったら出れます。1日休むぐらいやったら、まあまあそんな単位に1年の時ならそこまで大きく影響されないですし、教授に前もって言っておけば全然休もうと思えば休めるんですよ。卒業式があるっていう風に伝えれば大丈夫だと思うんですよ。でも私はそれの何やろ、卒業式は出れなかったです。やっぱり大学を初日から休むっていうのにちょっと罪悪感というか、今から4年間頑張ろうっていう時の初日に向けてしまうのがちょっと引っかかって休めなかったんですけど、正直卒業式に出るか授業に出るかっていうのはもう本当にその人の選択じゃないかなと思います。正規留学の場合、学部は自由に選べますか？韓国の大学に正規留学する場合、年齢は何歳ぐらいがいいとかありますか？もちろん正規留学の場合は学部は選べます。交換留学の場合は適当にかにいろいろな学科にぶち込まれるんですけど、正規留学の場合はもちろんその自分が行きたい学科に願書を出すって形です。学部の教授が面接見てくれるし、学部、この学部とこの学部に志願しますっていう感じの志願の仕方です。で韓国人の場合はだいたい
まあ日本と同じで高校を卒業して大学に入学するっていうのが主流なので、韓国の年で二十歳前後の方が多いです。高校卒業してそのまま入ったり、まあ、1年浪人して入ってくるくらいの人が多いですけど、正直外国人の年齢はバラバラです。若い時にまあ行けるならまあ行った方が周りの韓国人とは馴染みやすいんじゃないかなと思うんですけど、それよりは韓国語のレベルがあった方が、授業とか人と関わる時に韓国語ができた方がね、やっぱり留学しやすいんじゃないかなって思います。試験当日に合わせて何日前には韓国にいましたか、日本と韓国を行ったり来たりして準備をしていたのか、韓国に住んでいたのかが気になりました。私の場合は日本に住んでました。日本に住んでたんですけど、願書とかもね、ネットじゃない、多分郵送やったと思うんですよ。郵送で書類とかも全部送って、最終面接の時韓国に行って面接を受けるって感じやって、日程もね、学部の教授が決めるって感じやったんで、公開されてないんですよ。願書出して書類で一旦書類を全部受け取ってもらってから、じゃあこの日来てくださいっていう連絡が来て、まあ、結構急やったんですよ。1週間後とかで飛行機取ってすぐに、まあ、学校1日休んだんやったかな、高校休んで面接受けに行ったって感じでした。でも私は普通に前日に着いて近くに泊まって、当日面接受けて帰ってくるみたいな感じで、面接だけ受けに行ったと思います。なので別に韓国にいなくても、スケジュールのね調節が、急遽呼び出された時に行けるのであれば全然問題ないと思います。同じ大学の外国人の友達がどうしても行けなくて、テレビ電話で面接して受かったっていう子もいるので、そこまで日本から受験するからといって負担に思われなくてもいいんじゃないかなって思います。大学選びに困っています。ハリンさんの大学選びはどのようにやりましたか、教えてください。前回他の動画でね、正規留学の話をした時にも喋ったんですけど、私の場合は学費の安さと、まあ、自分の行きたい学部があるかどうかはまあ重要ですけど、自分が行きたい大学をまあね選ぶのがいいんじゃないかなって思うんですけど、ソウル県内がいいのか地方の大学がいいのかとか、私の場合はなるべく日本人の少ないところに行きたかったっていうのがちょっとあるんですけど、なのでソウルで日本人とか外国人がすっごい多いところよりは、地方のねそこまで都市じゃないところ、ソウルに比べるとね物価も安いですし、家賃も一人暮らししても、まあ、ソウルの半分ぐらいの額なので魅力を感じたんですけど、まあ、外国人がね少ないとデメリットも結構多くて、日本人がね少ないところに行きたいって方多分多いと思うんですけど、私は日本人の子がもうちょいいた方が、ビザのこととかいろいろわからないことをね聞ける相手、韓国人ってビザのこと全然知らないじゃないですか、そりゃ。なので外国人同士でそういろいろ聞き合える友達が多ければ多いほどやっぱ助かるんですよね。あと就職は韓国でしたいけど、その韓国で就職した経験のある子が周りにいないんですよ。私だけそうかもしれないですけど、なのでそういうのもいろいろ考えた上で大学を選ばれてはいいんじゃないかなと思います。留学してみたいけど費用とか考えたらすごく悩みます。大学行ったり留学したり、その後の就職って何がありますかね。費用は高校卒業して大学行くときに日本で奨学金借りれるじゃないですか。それを申請をして、学費自体は一旦奨学金を借りてます。で生活費なんですよね、やっぱり。私の場合は両親に仕送りをしてもらってるので、家賃とか生活する分に必要な額はもらってるんですけど、それ以上にもっと使いたいお金があったりとかする場合は、こうやって今 YouTube で広告収入という形でいただいてるし、皆さんちょこちょこコメントでね、何々の広告出てませんかみたいな言っていただくんですけど、モデル費用として収入いただいてたり、あとはまあいろいろバイトもしてましたし、今もいろいろ撮影したりとかそういうので一応賄ってはいます。なのでまあバイトをできなくはないので、バイトと学校のそのね韓国での勉強の両立ができるのであれば全然、まあ、学費によると思うんですけど、調べてみて自分ができる範囲ならね全然可能なんじゃないかなっていうのと、就職は韓国で卒業すると、まあ、就労ビザを取りやすいんですよね。日本の大学卒業してすぐに韓国で就職ってできないんですよ。多分就労ビザが下りないらしくて、自分の学部と関連した仕事で1年以上の経験がないとビザが下りないとか、まあいろいろあるんですけど、韓国で卒業した場合はその1年間の仕事の経歴っていうのがなくても、自分の学部と関連のある仕事とかやと就労ビザが取れて、
韓国で就職したい場合は日本の大学を卒業するよりは韓国の大学をね卒業した方が就労ビザが取りやすいっていうのはあります。それでもちょっとめんどくさい、まあ、難しいところあるんですけど、まあ、就労ビザ検索してみてください。いろいろ出てくると思うので。けど職種はだから自分の仕事したい内容とか自分が関わりたい職と似たような学部を卒業するっていうのが一番就職はしやすいじゃないかなって思います。就職しやすいっていうかビザが下りやすいです。就職ができてもそのビザ申請してあなたはダメって言われてしまったら仕事できないわけなんですよ。だからビザが下りるかどうかっていうのが重要だと思うのでビザについて調べてみたらいいんじゃないかなって思います。はい、こんな感じです。私も結構高校卒業してすぐに来たっていうのもあって手本になれるような留学学校の選び方とかがね合ってるのかもわからないですし、もっといい留学先があったんじゃないかとか、あこっちに行っといたらもうちょいこういうのが習えたかなとか、そこまで自分がすごいいい選択をしてるっていうふうにも思ってはないんですけど、参考程度にね軽く考えてほしいです。私が思ってることなんでこれが 100% 正解とは思ってないので軽く参考程度にねしてほしいです。またねその質問はみんなと共有したいなってものがあればコメント欄の質問の中からねこういう動画を作るのでよかったら皆さん質問してくださると嬉しいです。ちょっと長い動画になりましたが最後まで見てくださってありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。ハリでした。バイバーイ。